西武、松井稼頭央監督、うちは外野スタメンが3枠空いている。愛とはもう見たくない。愛とはなんで使われとるんや。守備、西武の外野って昔からアンチだもんな。じゃあなんではたらい指名しなかったんや。ノンテンダーにしかは取れよ。外野3枠空いてるのにドラフトではたらい取りに行かなかったのか。渡来の指名公言してる PL の先輩の立浪にかぶせに行けなかったかもしれないけど、さすがに2年連続で外野1位指名はせんやろ。上位指名使って人数集めても生えてこないのは苦しい。 FA でもぎ取って外野コンバートや。それこそ西川取ればええやん。これがかつて山賊打線と呼ばれた西武なのか。交流戦で今後もやられそうな嫌な感じしたのは長谷川ってやつや。ちなで、これプリンソン巨人がクビにしたら即食いつくやろな。ロッテと競争やろこれ。別にポジション埋まってるわけじゃないのに秋山へ誠意見せない謎の球団。山川抜けたら内野も源田と外崎しかレギュラーおらんよな。おかわりは怪我して離脱しがちだし。ご視聴ありがとうございました。